2019年4月に豊島区議会に初当選させていただいてから一生懸命区議として仕事をしてまいりました。今現在はまだ豊島区議会議員の立場となっております。昨年10月に肺がんの手術をいたしましたが、皆様のおかげで復帰することができました。この度参議院議員選挙に立候補することを決意しまして、記者会見の場を設けさせていただきました。この場を出馬表明の機会とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。私の略歴ですが、1967年生まれ54歳です。福島県立いわき高校、麻布大学獣医学科、獣医師免許。2011年まで動物病院を経営しておりました。2011年旧知の顧客であるブリーダーに自家使用の目的として注射器を譲り、薬事法違反で逮捕されました。処方であると主張いたしましたが、懲役2年執行猶予3年の有罪判決を受けました。2019年から豊島区議会議員を務めさせていただいております。2021年に日本改革党を立ち上げました。国会議員として取り組みたいことは次の通りでございます。憲法9条を破棄、外国人生活保護を廃止、留学生の超優遇を廃止、外国人実習制度を廃止、スパイ防止法を制定、 NHK スクランブル放送実現、悪質捏造報道に刑事罰、消費税減税いずれ廃止、漫画やアニメ、ゲームなどの一切の表現規制に反対などでございます。この他にも皇室男系維持、夫婦別姓反対、外国人参政権反対、竹島奪還、北方領土奪還、拉致被害者奪還など、日本人として当然すぎることは公約のチラシからは割愛させていただきました。立候補の理由ですが、麻生政権叩きのあまりのひどさに我が国のテレビと新聞が異常であると気がついてしまいました。2011年のフジテレビ抗議デモに参加いたしました。1万人弱が参加した大規模デモにかかわらず、全てのテレビが報道せずに黙殺いたしました。テレビは自身に都合の悪いことは一切報道しないということが判明してから11年経っています。これまでに合計4回の NHK スクランブル化要求デモを主催いたしました。いずれのデモも約300人ほど参加していただきましたが、やはりというか一切テレビ報道はされませんでした。君が代を歌えやないなんていう集会でしたらば、5人程度の人数でも全国放送されます。6月9日に大麻所持でフジテレビ社員が逮捕されましたが、テレビ報道されませんでした。私が11年前に薬事法違反で逮捕された時は、起訴が決まっていない段階で実名も顔も全国放送されました。 NHK が海外ニュースを紹介するときはいつも CNN の映像と情報を使います。保守系の FOX ニュースは決して紹介されません。このように我が国のテレビ放送は偏っております。国会議員となり、この事実を多くの方に広めたいと思います。私の略歴、政策、立候補の理由は以上でございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。幹事社の方から基本的なあのところでちょっと何点か確認をしたいんですけども、はい。出身地は福島県になりますでしょうか。生まれは北海道宇多市内市。宇多市内市、はい、炭鉱町。あ、承知しました。ただあの生後3ヶ月の時に福島県に来ちゃったもんですから、あの北海道の思い出はあります。福島県のいわき市でよろしいでしょうか。はい、承知しました。
最終学歴なんですけども、麻布大の獣医学部。麻布大学獣医学部獣医学科卒業であります。ありがとうございます。生年月日の確認なんですけども、はい、1967年の7月29日で間違いないですか？はい、間違いありません。今回事前審査の方は先週受けられたと思うんですけども、はい、そちらの審査の方は特に不備が終わりました。大丈夫でした。はい、大丈夫でした。日本改革党から、今回出馬ということで、はい、間違いないですね。はい、